国道四十九号。国道四十九号。国道四十九号は、福島県いわき市から、新潟県新潟市へ至る一般国道である。福島県浜通りから、新潟県下越地方に至り、太平洋側と日本海側を結ぶ連絡線の一つである。旧道は、いわき市平市街地。バイパスは、平郊外から発して、浜通りから中通りの郡山市。 ア津地方のア津若松市などへと福島県内の主要都市を連絡し、県境を鳥居峠で越えて、新潟県海津地方に入ると、阿賀町津川地区からは、阿賀野川に沿って、東神原郡を通る。阿賀野市の安田、水原地区を経由し、京が設置区北西部からは一部連続立体交差方式のバイパス区間、横雲、亀田バイパス。新潟市横市。 亀田地区を経由して、新潟市の市街地に至る。阿武熊高地以外の全線で、万越自動車道と並走する。江戸時代には、現在の福島県いわき市付近から、中通地方の郡山市付近までを結ぶ、いわき街道。現在は、いわき街道とも称される、同県日本松市付近から、会津地方の会津若松市付近を結ぶ、日本松街道。また、 藍津地方と新潟県を結ぶ越後街道が存在していた。これらの街道と現在の国道を49号が経由する場所は異なる部分もあるが、それぞれの街道が現在の国道を49号が経由する地域を連絡していた。1879年10月、当時の陸海道から分岐、現在の福島県本宮市付近して新潟県へと向かう道路が、 家庭剣道の一等路線として指定された。その後、三島道常の福島県令就任後、越後街道の区間は合図三方道路として重点的に改良された。また、1885年11月には岩木街道と呼ばれる区間も家庭剣道の二等路線として指定された。1963年4月に二級国道115号から一級国道49号に、 昇格市、平市、原岩市から、内房市、原岩市の区間が国、当時建設省、原国土交通省の直轄となる。1966年には、郡山市内と新潟県北神原郡水原町、原阿賀野市から、新潟市の区間も国の直轄となり、あとに1971年には、全線が指定区間となる、東北地方建設局の岩木。 郡山両国道工事事務所が福島内を北陸地方建設局の新潟国道工事事務所が新潟県内を担当し改築事業に着手した。だが、1967年に発生した集中豪雨、植津水害では交通が寸断され、また冬は豪雪によって流れの危険を生じ、積雪時には普通となる険しい地形に位置するため、 国道昇格と同時に、新ルートの調査が始められ、阿賀野川の洪水、地滑り、だれの恐れがない地点を求めながら慎重に決定された。そして1971年10月25日、福鳥トンネルの開通をもって、会津若松から新潟間の第一次改築が完了し、原ルートによって全線が開通した。1997年に、 万越自動車道が全線開通するまでは、新潟と福島を往来できる、事実上唯一の幹線道路であった。ほとんど区間が一車線区間であり、現在でも朝夕の通勤時間帯は、渋滞が激しい。阿賀町津川地区から三河地区にかけての区間では、阿賀野川右岸沿いに JR 万越再線と並走しているが、この区間は断崖絶壁となっており、 土砂災害が頻発している。特に1995年4月1日の新潟県北部地震においては、本尊岩トンネル付近で大規模な岩盤崩壊と土砂流出が発生する大きな被害が出た。当時の建設省ではこの区間の防災対策を重点的に行う洋側改良の事業を1978年から実施してきたが、抜本対策として阿賀野川左岸側の山間部を 経由するバイパス道路の整備に着手し、2013年3月30日前線、供用開始した。2010年12月25日に本海側からの低気圧による大雪で、福島県藍津若松市から山郡稲葉城町までの約 22km、キロメートルと山郡西藍津町から川沼郡藍津万華町までの約 12km の両区間で、 約30台ほどの車両が、身動きが取れず、立ち往生となった。福島県いわき市の上番上屋田交差点を起点と、する国道49号は、同交差点で、国道6号上番バイパスより分岐し、平らバイパスとして整備された区間を経て、いわき市郊外吉間地区、三和地区へ至る。続いて、平田村、北部、郡山市田村地区を経由し、同市中心部に至る。 ここまでの区間の大部分は片側一車線で整備されており、中間部では、阿武熊高地を横断するため、山間部を経由する区間も多い。その後、国道は同市中心部を経由するが、同市の市街地は、バイパス等の迂回路が存在しない上、郡山警察署前交差点付近から桑の山頂多め交差点まで、片側一車線の区間であるため渋滞が慢性化している。 中心部を経由後、下亀田交差点で国道4号朝霞のバイパスと立体交差し、同市菊田地区に至る。この区間の前後は片側2車線で整備されている。続いて同市熱海地区、中山峠、稲わしろ町を経由し、会津若松市に至るが、この区間も大部分が片側1車線で整備されており、大宇山脈の横断などを含むため、 多数のカーブや坂道が存在している。その後、続いて経由する同市市街地も片側に車線区間があるが、郊外型店舗が多く渋滞は激しい。このため、合津若松市街地を通らない車両の大半は、福島県道33号合津番下加藤線を経由している県道3号の方が、合津若松市北部を東西に一直線で結ぶ形なので、 一般道経由での氷山、福島新潟間最大経路となる。また、藍津番下側の県道33号交点は、県道の方が優先道路となっており、49号は、新潟側から右折、藍津,津若松市街地を経由後、国道は、湯川村、藍津番下町を経由して、藍津盆地を横断し、柳津町から西藍津町、 県境を経て、新潟県阿賀町津川地区に至る。この区間の大部分は片側一車線で整備されており、藍津番下町伊勢では、越後山脈などが、経路上に存在しているため、七折峠、富士峠、車峠、鳥居峠、さらには、創座峠と峠道が連続し、坂道、カーブの多い道路になっている。新潟県阿賀町津川地区からは、三河地区。 阿賀野市に至るまで阿賀野川に近い土地を経由する。この区間も片側一車線が続くが、特に阿賀町の洋川ダム付近には、道幅の狭い箇所、旧カーブ、旧規格狭いトンネルがあり、大型車同士のすれ違いが難しかった。このため津川バイパス途中の津川トンネル手前より、道路改良事業、洋川改良を行い、2013年3月30日に、共用開始した。 その先、阿賀野市安田地区を経由し、阿賀野市中心部の水原地区へと至る。この水原地区も片側一車線で渋滞が万世化しており、原道の南西側を経由して、水原地区の島市を迂回する、阿賀野バイパの建設が進められている。阿賀野市中心部からは、新潟市港南区を経由した後、同市中央区に至る。横雲バイパス。 亀田バイパスなどがあり、国道7号、国道8号との交差点、七畜山インターチェンジに至る亀田バイパスは、区間で、片側2車線で、整備されている。同 IC から先は、終点の栗の目標交差点まで、新潟市中心部を経由するが、国道7号、国道8号などとの重複区間で、栗の木バイパスとして、片側3車線で、整備されていい。 旧国道115号時代のバイパス道路を含む2005年度交通サンセス平日の24時間交通量を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。